毎週木曜日に、もう4年にわたって、我々は朝鮮半島問題、北朝鮮、韓国、そしてムン・ジェイン政権でもう統一は間違いないということについても今まで説明してきました。この統一がムン・ジェインの間にもうほぼもできないことは決定です。ユン政権で北朝鮮とどのように取り組んでいくのか、その後統一に向ける一つの新たな、交渉が始まるかどうか、そこにまたアメリカがどのように絡んでいくか。今アメリカ対ロシアの戦い、いわゆる対立構造が明確になり、ますますこのウクライナ問題でそれが色濃くなってきたわけです。このまま、まあ米ロの和解ができるかどうかは非常に難しい問題だと思います。なぜこういう米ロが今戦う構図ができたか、これをまあ私はウクライナ問題をこう裏から見たとき、やはりネオコンとネオコングループイコールこのネオナチグループ、ネオナチグループイコールアドフ連帯、そしてこのオリガルヒというそれの下でずっと つながるユダヤ人ビジネスグループという、これらを考えていろんな目的があって、一つはいわゆる防衛費を 2% 以上に実行さすと、ヨーロッパ27カ国の防衛費は2% に達してない国が半分ある、半分以上は 2% ギリギリかまた超えてると、トランプ時代からこれは言ってたわけです、2% 超える2% 超える、増え吹けど誰も踊らなかった、ところがウクライナのロシア侵攻はそれを見事にあっという間に達成して、ドイツも 2% にしますと言ったわけだ、全然27カ国は 2% になったことは、軍産複合体のこの売り上げというのはものすごい大きな売り上げ増になり、当然売り上げ定量は大きな利益がここに発生するわけで、まあ、ネオコンの大勝利という、そして同時に私はそれプラスロシアそのもののいわゆる分裂分裂で解体するというロシアを、ロシアの民族を小さな民族を全部独立させちゃって前のソ連にしてしまうという、ゴルバチョフの二の前をプーチンによってやらそうという、プーチン失格と同時にやる、そうなるといわゆるオリガルヒの、オリガルヒはゴルバチョフによって彼らは財閥になった、ソ連邦が解体することによってソ連邦が持ってたあらゆる国営企業をオリガルヒはプライベートカンパニーにしたわけだ、あっという間にゼロから財閥に変わるという時期があった、それをユダヤ系のオリガルヒはもう一回プーチンを倒せばどえらい利益が俺たちにまた来るぞと、そしてもう一回やろうという企みをこのウクライナの問題でプーチンを
出却する、場合によっては暗殺する、うん、ということも考えておったはず、うん、それをさすがプーチンはゴルバチョフやエリツィンとは違う、うん、見抜いて、うん、一気にオリガルヒの連中を殺し出したわけ、うん、彼はやっぱりその手を打つ手はものすごい早い、もうそれは天才です、うん、だからかっての2014年の2月3月のソチオリンピックの時に、うん、ヤヌコビッチがクーデターで追われた、うん、ボートを取ったあれ殺されたんです、うん、それをいち早くクーデオルガルヒたちが仕組んだ、うん、アゾフ連隊の暴力団が殺しに来るという情報を取ったから、うん、さっとロシアに逃げて命は助かった、うん、その時にプーチンはよくもやってくれたと、俺がこのソチオリンピックで忙しい時に、だからクリミアにバーンとすぐ終わると同時に住民投票で 94% を取って、そして法律手続きに基づいて独立宣言をしたんで、クリミアを、そしてルガンスクもドネツクも自治権でその戦ったわけ。最近ウクライナへ入る前に、このドネツク、ルガンスクの西洋のロシア地域は完全な国として独立また国家にしちゃった、まあ、電光石火の動きをするプーチンだから、これはもう戦術的に天才だったでしょ。だから今度もですね、やっぱり彼は全部暗殺して、敵はロシア領内に入ってロシア人のパスポートを持ち、イスラエルのパスポートを持ってオリガルヒと称して、裏切り者がいっぱいおったわけでしょ、今回の場合は。だからウクライナ侵攻中にプーチンもやっちゃおうという、で2つの目的を達成しようとしたわけ。プーチンはそれを逆にキエフを諦めて、それでルガンスク、ドネツク、それからヘルソン、ミコライフ、今のオデッサ、そして今のドセスに地域というか、モルドバの国境沿いに、ここまでロシア人がおる地域がある、ドネツク地域という、このところを全部5月9日までに全部押さえちゃおうという、これできたらまあ見事だとは思うんですよね。これできたらプーチンのもう世界的立場、これがワールドエコノミーフォーラムのワールドグレートリセットまでにですね、影響が出てくると思う。新しい世界秩序がプーチンによって作られる場合があると、私はずっとプーチンを支持してきているわけだから、日本はどれだけプーチンに今怒られるか、プーチンを戦争犯罪人で裁く手続き費用を日本が持つということばか言ってんだから岸田、わしからプーチンに立てれば、共同員を、刑事事件にするための国訴手続きの費用を山口が持ってたから俺怒るわ、山口めと、あの野郎、俺を今度は刑事事件で告発する、その費用を出すスポンサーだと、山口やっていてまうとこうなるわな、当たり前ですね。それを岸田がやってんだから、バカな話だよこれは。まあ、そういうことで私はですね、非常にこのウクライナ問題で、この作戦が多目的作戦である、さすがは、オルガリをはじめネオナチ、アドフ連隊、全部これイスラエルとロシア、ウクライナの国籍を持つ、そのいわゆるユダヤマフィアですよ。ユダヤマフィアの作戦というのは
まあ、一石二鳥三鳥四鳥だね、うん、一つの石投げたら、うん、まあ、多目的にことが達成できる、うんうん、プーチンには通じないかもしれない、うんうん、これ天才だから、うん、まあ、そういうあの時代にですね、今北朝鮮がプーチンに全面的に応援する、そうですね、プーチンのために全て北朝鮮はいろんな役割を果たそうとする。これとロシア、中国、北朝鮮のこの三国同盟、一番小さいのは北朝鮮だけど、いや、ヨジョンもよくやるなと、ヨジョンさんは、日本のバカ政治家にと、もう本当、爪の中でも先日飲んでもらいたいと、私は思ってますが、今日もまあそういう中で、今、ヨジョンさんが何を今、しようとしているか、実践実学大学の山口教授に伺いたいと思います。実践実学大学の山口です。ロシアのウクライナ侵攻に関する、もうプロの中のプロ、もう日本で一番という浄土院総裁が、イントロで、説明をいただきましたけれども、ここに対してもやはり、最後に言われたように、北朝鮮はロシアに、そういう強いロシアに、全面的に支持をするということを表明しておりまして、これがいよいよ動き出したということをこれからお話ししようと思うんですが、中国との鉄道の輸送を再開して、そうですね、1ヶ月ぐらいですか、ここで北朝鮮では不足している日用品、それから一部食料の輸入を始めたんですね。ところが北朝鮮では消毒を、外国から入ってくるものに対しては消毒を義務付けているものですから、現在中国との国境にある2カ所、消毒施設を作ったんですね。その中心が新二重というところにある、施設なんです。で、全て、中国から入ってくる、貨車で入ってくるものはそこで一旦消毒をして、それで国内に配送するということになっているんですけども、そこで最近ちょっと不思議なことがあったという情報がありました。ところがこれは中国の遼寧省、それから丹東を通って、その汽車で積んできてコンテナですね、コンテナがこの消毒施設にはとどめ置かないで通過するものがあるということなんですね。これはもう一大、事件であるはずなんですが、これがそのまま問題にならないで通過するコンテナはそのまま北朝鮮のラソンというところに送られていると。で、そこで、ここでももちろん蓋を開けるような、解放するようなことはありません。それで、これは北朝鮮がこの間、ロシアに武器支援で同意したばかりなので、その時に送り出されるところがラソンだったんですね。ラソンから送り出しますという約束をしているから、いずれもこれは非公開の話でありますけれども、ラソンに、コンテナが積み置かれている、それが、また積み替えられて、それでラソンからロシア向け、ロシアの、ハサンというところに、一旦鉄道は通っておりますから、ハサンを経由してウラジオストックまで行く。それでここで、このルートで今度シベリア鉄道に、を介してウクライナまで運ぶという、この道筋ができている。この手はずに乗っ取って、このコンテナをこの貨車に積もうとしている。ところがここで、そういう話は流れとして、いいのかもしれませんが、北朝鮮がロシアに、支援する物資が入っているはずのコンテナが中国から、遼寧省から、瀋陽から来ている。
これが、この中国の物資であることは、間違いないと思われるんですが、これはあくまでも非公開のためにこれで、こう決めつけていいかどうかは分かりませんが、ただこの、中国の瀋陽、から、汽車に乗って鉄橋を渡って北朝鮮に入ってきた、これが、新義寺の、消毒施設には留め置かないでそのままラソンまで、コンテナが行ったというこの話です。それだけの話なんですけども、ここでいろいろ考えなきゃいけないのはそれで、どうやらロシアに送られるはずのこの武器、これは弾薬が第一便で予想されてるんですね。だからこのコンテナには弾薬が入ってるということなんですね。これは北朝鮮が第二便で発送しようとしているのは30ミリ砲の多連装のロケットが、言われております。これは第2便で送られるということが、どうやら、ないない決まっているようなんですが、それで1便は弾薬だけ、弾薬がとにかく不足しているということで弾薬を早急に送らなきゃいけないということが、読み取れるんですね。とロケット弾は第2便という説です。それで、ただこれはもう何はともあれ、ロシアへの支援武器の搬送が始まった、これは、中国経由だから中国の品物だてでないかということは誰しもが想像がつくはずなんですが、それを北朝鮮を経由していってる。なお北朝鮮 の、 今年1、2月の、この中国から入れた、ものなんですが、1億1630万ドル、約138億円分が入ってる、とこういうことを中国側の、統計には出ております。これがブドウ糖の注射液が、636トン。これは全て医療用に使用される、利用される。したがってこれも第一便の中に入っている。こういうことなんですから、これは医療用としてブドウ糖を注射液が入っている。で、小麦粉は2月で1万1000トン、中国から北朝鮮に入っている。これはこのコンテナと一緒に、ラソンには行ってないということですから、きっとこれは北朝鮮国内で、分配されるやつだろうと、こういうふうなことを細かく、見てきました。そういうことでやっぱり北朝鮮の、ロシアへの支援といったらもう小さい国がロシアに支援するということはちょっと言葉では、ピンときませんけれども、武器一便の弾薬、そしてブドウ糖注射液、これが636トン、これが、入っているというふうに、想像されます、見られますというお話を、はい、まあ、前回1週間前の木曜日に、はい、実践実学大学の情報でショイグロシア国防大臣が北京、そして瀋陽でしたか、瀋陽から平壌に入っていろんなロシアの方からやる依頼をしたことがあると、おそらくウクライナ戦線に送る武器等の話であろうと、うん、武器弾薬の、はい、それが今また1週間後、うん、今日始まったと、うん、もうすでにコンテナが動き出している、うん、おそらく中国製の弾薬、うん、武器が北朝鮮名義でロシアに送られている、うん、はい、そうそうそう、そこでまあ
キムチャンチャンという、うん、キムヨジョンとショイグ外務大臣と極秘の会談をしたキムチョンチョンは何、パクチョンチョン、パクチョンチョン、パクチョンチョンは何者かと、うん、いうことを私が聞いたら、うん、シリアにいわゆる、うん、ロシア側の立場で応援部隊がいた、うん、その時の、まあ、司令官だな、司令官です、司令官がパクチョンチョンだということを聞いたから、うん、なるほどと、うん、シリアにも行った、ロシアと共に行動した人は北朝鮮におったのかと、うん、そうですね、そのパクチョンチョンが出てきて対応した医療は、うん、かなり高い具体的な、うん、事実であろうと私は思ったわけです、うん、それがやっぱりやったわけです、うん、これは大変なあのニュースだと思います。これはまあおそらく世界の中でもこれを報じたのは、うん、この二千事実学大学、うん、共同院、うん、スペースシャトルは初めてではないかと思います。それから